はい、ありがとうございます。6ワールド目に入っていきたいと思いますけど、6の3だけは覚えてます。ハイタッチコース、皆さんハイタッチってしたことありますかね。はい、あれ、あ、そっちから始まるやん。ちょっと遠いな。そんなにたっけ今までも。ちょっと待ってね。あのハイタッチってしたことありますかね。これ玉座の間結構いろんなところにあるんですね。あ、そっか、玉座の間調べた動画もあるんで、それもまた見てください。ハイタッチ僕多分3回しか僕覚えてないですよね、したことあるので。それが1個がその6の3です。ここのそれはバイトで、あと2個がマリオのバディープレイっていうのがあるんで、ちょっと僕の動画から探していただけますとありがたいんで、それがいとことで、ピクミンの2人プレイ世界記録出したいとこと、この3回しか全部ゲームっていうね。あとあのやらせのボーリング帰りのボーリング戻りのハイタッチっていうのはちょっとカウントしてません。何やったっけ、もう何やったっけこれ。あれ、俺何もすることねえか。あ、こうか。あ、このマスがどうのこうの言ってたかな。ほらあっち行ける、ほらあっち行けるか。あれ、あ、そっか、待って、なんかこのマスがどうのこうの言ってたな、そういえば。うわ、これそんな大きい声出すことでもないけど今の。そっか、盾もあるのね。うん、なるほどね。遊んでここのどこのマスに出してやってバイトとした気もせんでもないな。マスの 角に入れてしまうとなんかうまいこと取れないんで、なんかその記憶は若干あります。でもやっぱり2人用の設計じゃないな、ここは。2人用じゃなくて4人用の設計のコースとでも言いましょうか。ここに置いとくと先に。で、ああマスちゃうやんってやってたの。いや、やってたこの1マス、こっちがいいかこっちがいいかってやってたね。それ当時はまだジョイコンでしたよね。あれ、俺 B 連射してたんやけど、やべえな、ちょっともうあれかもしれない。こうやってやっといた方がいいか。あゆかさんとまだ出会ってない頃やったでさ、分かんなかったんですよね、その辺が。こうやってやっといた方がいいんだよね、多分ね。まあ、なんか R がおかしくない ?R がおかしいっていうか、R を使おうとしてる自分がなんか知らんけど。魂入れ替えを。出せる？出せんね。出せるか。あ、出せん。出せんしゃ。温められんって言おうとしたけど、温められるの下で。2周目なのに分かんなかったですね。75÷3 って何で割れる、それ。星が75個あった気がするんですけども、あ、75個かあった気がするんですけど、今何ステージあるんですかね、ここね。結局1と5が6個あって、それが4個で3412で12で1324、24で
24個ぐらい動画上げ、24個ですね。これで25個目ですね。だから、30弱、25、28ぐらいの動画を私は上げます。プラチナのね。その前にちょっと、文字ピッタンとさ、一斉トライアルとさ、6ってそんな回る感じやったんや。なんか今改めてわかるけど、後で来るともうどこが何かわからなくなるな。あの RPG の最強セーブデータを3年後ぐらいに開いた時に何が何やらわからんようなやつですけど、その文字ピタの、一斉トライアルと、スマブラのスピリッツをやんないといけないんですよね、金曜日で。それから今の話に戻ると、僕は一番セーブデータが空いたのはドラクエ9でしたよね。あれなんか8年ぶりっていう動画を上げたと思うんですけど、最後の洞窟でセーブしてやらなあかんって思ってたから、ずっとそのセーブの画面は覚えてるんやけど、そっから一回進んでないよ。もう一回やり直そうじゃなくて、進んでない状態から8年ぶりに続きをやったっていうのが今までで最高の 最長の長い ロング空いたあの RPG でしたね。話全くわからんけどクリアしたっていうのをやりました。僕は体験してます。これケビンの音楽か、本当にケビンっぽいんやったな。なんか 前も言ってましたよね、僕前ちょっと前の3個ぐらい前のワールドで。何が難しいことあんのこれ。何も難しないやん。何やこれ。あれ何これ、左と右に何鏡ない、え嘘やろ、何これ、ドッキリかこれ。あまりにもドッキリっぽい。これああちょっと絡みあるのかな。トマトが逆になったから順番的に。でもわざわざそのベルトコンベアで渡してまで順番守ることもないと思う。トマトこっちがやればいいと思う。どうやろその辺は。ステージ変化も警戒してますけどないですよね。ちゃうかな、やった。これトマトを3個並べておくっていうのを、もちろん皆さんと出会ってから僕のやり方じゃないんですよ。この外来のやり方なんですよ。これこう近くに置いとくっていうのは、あゆかさんをはじめとする外来のやり方なんですけど、その外来のやり方を僕は慣れてないんですけども、しなくてよかった、無理にしなくていい場面やったってことですね、多分今回のステージは。玉ねぎには両方にある。あとこの行った道でこれが最地下ですから、ナビ的に。ナビってすごいですよね、あれは本当にプログラム難しい、できないわ俺。あれ日本人が作ったんですか、ナビって。まあすげえやけど、ずっと天然ですけど危ないよあれは。ほんで時間空いとこうか。こっちでもトマトを切っとくとやっぱり早くなるもんなんでしょうかね。こっちっていうのは右の人もね。そ
その700点とか言われた場合にはそれを使わないといけないんでしょうかね、ベルトコンベアは。なんか無意味なものなんてないと思いますからね、チーム17を全面的に信頼してますから僕は。でも280点、これやっぱスイッチ子供向けになってるやろうけど、前も言ったかもしれんけど、おっさんもやるで。誰かツイートしておいてくれん、英語で。おっさんもやるで。昨日、でんでんさんが、昨日じゃねえ、でんでんさんがコメント返しの時のところで、昨日か。で、さっきのコメント、返信の儀じゃない、感謝の儀でも、どっちか忘れたけど、でんでんさんが、バグを見つけてくれたツイートがあったんです。やっぱここやな、一番記憶あるのこれですわ。ハイタッチしたところ、間違いない、これだけは焼き付いてる。これが一番僕覚えてます。で、でんでんさんが言ったようにさ、ツイッターでバグを報告してる外人の人が英語で言ってたように、チーム17に対して、そしてチーム17がリプライしてたように、リプライっていうの、スイッチおっさんもやるでって言っといてください、英語で。ここは本、多分動画3本ぐらいあるんですよ、ここの動画。練習中っていうのを初めて使って、緑色の斜め書きで練習中っていうのを初めて使ったステージやったと思いますね、ここ。あと1回いけるみたいなのあったやんね。で、ここ、右のところに、バイトが、こっちしかいけんっていう、また板どっちか忘れたけど、右か左かどっちかしか、たどりつ、こっちかな、こっち無理やで、こっちしかいけんで、みたいなので、そっちを開けとかなあかん、みたいなのと、まあ前から言っているバイトの機嫌取りのストレスとですごい記憶にありますね。鍋を持ってくる方式だったんかどうのかとかも言ってましたよね、なんかね。でもこれもう逆に、滑る方が早いんですよね、昨日も。昨日じゃない。どっかで言ったら、昨日か、あれ。氷のステージの方がしやすいねって。これやばいな。危ね。そう、ここ、一番右端はストッパーがついてるから、やばい。ちょっと、ストッパーがついてるから止まりやすいんですけど、あそこは。ゴミ箱と、一人が運んどくだけみたいなのもいいですね。このトマトがなんかバグってたみたいなのを覚えてるんやけど、何やったっけな、忘れたな。危ない。ここにいないでみたいなあったな、あのマス。ここにこう置いとくと、ここで取ってくれるんや。ここやっぱ面白いな、このステージな。
なるほど、面白い。6の3、名作ですね。名コース、歴史に残るコースですね。ありがとうございました。140点っておっさんもやるぞ。なんていうの、英語でなんでスチームだけが770点。だから昨日も言ったけどさ、その子供、小学校中学年ぐらいのがパソコンでスチーム入っててディスコード入ってるんですって。子供もやるぞスチーム。逆に言ったら子供もスチームやるし、おっさんはスイッチやるぞ。だから点数設定一緒にしてくれないと。本当にそうやって英語で言っておいてください。友達の中学年はスチームやるぞ、中年もスイッチやるぞ。これか。いやー覚えてないね。ここは回るんかな。こんなに何個もあったっけ宇宙。宇宙の最初のシュイーンってやつはドッキング的なところで、またあのおっさん食べてるやん左右で。誰をつ、あいつアンドロイドやな。あいつアンドロイドや多分。うわ怖い怖い、あいつ怖い。あいつアンドロイドやわ。ちょっとこれはむずい。これはむずい。面白むずい。何やキャベツだけってあのおっさん、レタスだけって。下のに見えんぐらい広いな、ここ。こんなのんびりできるかい。こんなのんびりやるゲームじゃねえ。これ何、サラどこにあるんや。サラはサラはおっさんとこになるんか。左のおっさん、右のおっさん、どっちを先に。あのおっさん、あのさ、アンドロイドやなって言って怖いって言ったのは、やっぱりね、僕らの世代さ、エイリアン2がめっちゃくちゃ怖かったんですよ。で、そのエイリアン2にアンドロイドいたっけ。あの怖さ、あの怖さや。だっておかしいも、宇宙でスーツ着てるの。そういうおかしさの怖さがすごく表現されてると思います。洗うとこどこにあるの、洗うとこどこにある。椎茸切って何の、全然ないやん椎茸なんて。マッシュルームやってる。次のトマトもいっときましょう。あ、玉ねぎも。事情により右のおっさんにしか食べさせられないっていうね。こっちのさ、回し方一つで。ちょっと待ってよ。トマト、ちょっとタイム、あ、下か。下や、これ立体的になって分からなかった。なるほどね、面白い。ここー
僕は右利き屋で 右のおっさんにしか食物あんまり与えられないっていうね。ああベリタスさんトライ。うわ、捉えなかったらダメだった。危ねえ。やったやった。でも記憶にないんです。やっぱりあの6の3がでかいですよね。6の3以降はもう覚えないってことです。でもボスがいるんだな、この多分。あれ6の4までしかねえや。ここちょっとボスまで一気に行きましょうか、動画的に。ってことは CC16×12、あの6×2 の12だろう、CC16 だろう、28と29ボスで29個も動画上げるよ今から。ごめんなさいね。え、プラチナってあるんか、最後のエンディングに対して。ちょっとそこ見てみましょう。なんとかのコクやろ、腹減りのコクやろ、名前もいいなと思ったもん。これだからローカライズしてる会社のすごいと思う、このゲーム。他のゲームってさ、まあ最初なんでこんな訳し方やねんとか言ってたけど、もっとひどいでのインディーズゲームって。本当にこの腹減りのコクなんてすごいいいじゃないですか。あの初期化中って変やもんね。だってこの前ライブで初期化中ですって言ってて、何の初期化中ですかって言ったら、この画面のこと言ってるやねっていうのが分からなくなっちゃうんで、これね、腹減りのコクっていう名前に訳したのは本当にすごいと思いますね。わあ、なんかこれいいな、2より。ここは本当にだから再びって言ってたけど、これ三度してほしいっすよね。ちょっとマイクから離れさせてもらいます。もう汚れてるやん、皿。そこ、そんなにいったっけ？それも面白いね。ちっちゃい皿やったよな。ちょっと待ってね、これ鍋どうしたらいいの、この2回目のやつは。間違えた、こっちまで持ってくるか。このマス目のことあんまり覚えてないわ。最初は簡単やったらよかった。なんか3段階ぐらい変化したっけ。
なんかなかったかもしれない。あ、消火器いるんや、これ。なかったかもしれないですね、あれが。この消火器覚えてなかったわ。ノルマ制ないね。こんだけ全部食べさせればいいよっていうのをタイム制限やから、これもしかしたらないかもしれない本当に。あれがプラチナが、ちょっと出す間違えるな。消火器こっちなんや。洗うのはなんとなくその間にしてなかなと思ったものの、でも鍋置いてきよな俺。切れんだよな。シンプルなメニュー数やったのにもかかわらずできんだよね。懐かしい。懐かしいじゃないわ。まな板下にあった。素で押されて落ちるとこでした。自分で切りに行こうとしたんですけどね、全然できる。面白いなこのステージ。こういうボスステージばっかりのやつ出てくるんかな本当に。 TLC で
あれあいつ乗ってって乗ってけるやん。わざと乗ってった方がいい時もあるんかもしれん。そんなことねえよ。そんな時はねえよ。なんかこれ回るやつやね。なんかあったね。なんかだよね。どう、え、あ、そうか、そうなるのか。こっち来ちゃってる。落ちた方がいい時があるっていうのはこの時か。上げるんじゃないな。こっちにもあるな。上げたら今初期返すの早いで、あれマナーはいい。
最後サラダっていうのはいいよね。なんか3年前も同じこと言った気がする。選手はないけど意見が変わってないということです。わ、エンディングに入ったってことはないな、あれが。スキップできず、あ、できた。スキップしますね、今回は。何回も見たいとは思う、見たと思うし。うわ、びっくりした。すごい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 、これ今のすごくない？え、みんな知ってた？すごい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 、なんかめっちゃ感動したんやけど、あのスチーム、じゃあ俺さ全部クリアして、今からそっか、プラチナ行くとまたキャラ増えるかもしれんけど、ごめん、ミートピアでケビンとか作った人いたな、誰か忘れたけど、あのそのそれの逆輸入みたいな、シェフにあのボスみたいななりましたね。すげえ。そしてプラチナある。でもプラチナ余裕、プラチナ余裕、余裕っていうかどういう意味か分かんない。クリアしたら1300いくやろうっていう、あ、いけんのか、全部出せんかったら。あ、ごめんなさい、プラチナは簡単になっちゃいますけど、まあ、スイッチやねかな、おっさんやってるぞって言っといてください。では失礼いたします。プラチナに入っていきたいと思います。